大河ドラマどうする家康がより面白くなる歴史解説です。さあ先生、大河ドラマなんですけど、はい、こちら石川一正さん、はい、あの歴史上はこう、うん、まあ、裏切っちゃうんですけど家康を、うん、裏切る前にあんな家康と対峙して、うん、心は徳川にあるみたいなこと言っちゃうんですね、うんうんうん、まあ、ドラマかもしれないですけどあれフィクションだよね。あれフィクションで、やはり、うんうん、ただその石川一正の裏切り行為と言われている内容が決してそうではないんだっていうのを案に出してたと思うんだよね。あ、ちょっと、まあ、その辺はちょっと今日は説明をしていきたいなと思いますけども、あ、ぜひぜひお願いします。石川一正が秀吉のもとへ行くと、はい、うん、でこれはね、その戦国の時代に、まあそうじゃなくてもそうだけど、うん、あるものすごくいっぱい武士がいる、お家もある、うん、ある一人の武士がね、はい、主を一個変えましたっていうだけでこれだけの大事件になって、うん、歴史上残って、で多くの人がなんでだというふうに関心を持つような人は多分この人だけでしょうね、うん、きっと。でもそう思います、まあ、それはいくらでもあるんですよ。いくらでもある、あるんだけど、うん、こんなに関心が集まる人はいない。これがやっぱり徳川と豊臣、まあ、秀吉、まあ、当時はまだ豊臣じゃないんですけどね、はい、家康と秀吉の間で行われたそのことだったから、つまり天下を動かすような動きだったから、はい、まあ、ということでね、うん、ある個人がお家を動いたというだけでこんなに話題になっちゃう。そうですよ、これはだってもうね、でしかもね、大事件ですよ、うんうん、どうしてわからない、どうしてか、どうして言ったのかはっきり分かっていない。そうですね、うん、そうですね、これ分からないのは当然、資料がない。これ資料あったらね、うん、本当に。でその資料がないというのは本能寺の変と同じだよね。あ、なるほど。明智がなんで信長を殺したのかというはっきりした資料がないもんだから、うん、もう百花聡明、あだこだあだこだこみんなが言うわけ。そうですね、彼についてもそう。あ、ものすごくいっぱい説があるんだよ。うん、でね、そういう時には何かというと、事実はって何があったのかってことを一回見てみよう。なるほど、整理してね、そこから、うん、そこからこうじゃないかと考察できる。そうそうそう、そこから皆さん考えてもらえればいいんだよね。ということで今日はこれを少し、はい、あのやってみたいと思います。いや、ぜひぜひお願いします、はい、そこ、あのまずね、天正12年、はい、1584年という年ですが、11月、はい、これ小牧長久手の合戦3月から始まって、うん、はい、これで終わるんですけどね、うん、この人、はい、ドラマでの顔はきっと皆さん分かるけどこれだと分からないかもしれない、うん、これが織田信雄です、はい、総建寺にある絵ですね、うん、それからもう一人がこの人、はい、豊臣秀吉ですが、はい、当時は羽柴秀吉、うん、これ大阪城の天守閣の資料館にあるあのパンフレットの写真から撮っていますが、立派ですよね、うん、まあ、あんまり立派な顔顔はね、うん、もうすごくね、こう、うん、でもリアルな感じなんですけどね、立派な格好してますよね。この二人が争ってたんですよ、はい、小牧長久手は、うんうん、そうですね、家康は信雄に加勢をしてたんです、うん、そうですね、バックアップの方ですね、うん、はい、で家康は一生懸命頑張って長久手で勝ちましたよね、はい、さあこれからだぞという時にこの方さっさと勝手に和睦しちゃいます、うん、もうね、はい、これ脅されるんですけどね、脅されるだけじゃなくって伊勢の方、南伊勢の方を取られちゃった、はい、からこれの周りにある付け城をいくつか取られちゃったんですね。でこれ以上やると怖いなっていうところがあったんだけども、その時に南伊勢と尾張は、うん、そのままにしてやると、はい、領土を取ることはしないから、うん、という条件を出されたもんだからすぐに、はい、分かりましたと言って単独講和しちゃった、飛びついちゃったんですね、飛びついちゃった要は、はい、これ聞いた家康や家康の家臣たちはみんなカンカンなって怒りますよね、これでしょうね、うん、何なんだと言った、ね、あれだけやってやったのにっていうね、うん、気持ちが絶対あったと思うんですよね。そうそうそう、うん、でまあ
要はこれで以上戦う大義がなくなったわけです。あ、そうですね、うん、織田家を守るんだと、うん、織田とのその関係同盟関係で戦ったんだという大義がなくなっちゃったもんだから、うんうん、まあ、あの家康はそこから清須からもう岡崎の方に引き上げていったわけ、うん、あの秀吉は頭いいですよね。頭いいですね、うん、彼から落としたと、はい、で実はね秀吉はねこの間にねこの小牧長久手の間にですよ驚くべき速さで官位を得ていたんです、うん、これ僕は調べてねあのあこんなに早くやってたんだなってことが自分も初めて分かったんですけどねちょっと見ていくとねまず終わり前の10月、はい、10月にね僕はもっと驚いたのは十五位の下左近の衛軍の少将といってね、うん、初めて彼官位を取ったの、うん、伝承人の官位を取ったのは、はい、だそれまで官位なかったんだ彼持ってそうな感じだったんですけどね持ってそうな感じだったんだけども、はい、官位はなかったんですね、はい、これでこの小牧長久手が終わる一月前に十五位の下あようやく官位をもらいましたよ、うんうん、と言ったら、うんこのさっきの僕のちょっと前、はい、翌月には十三位ポンポンって跳ね上がってゴン大納言あらこれトップ3に入っちゃった1ヶ月しか経ってないね、うん、ものすごく金使ってるんだよねあそれおそらくこの時代からこれですか、うん、でこれはありえないわけねうんものすごい速さだもんだからこの豊臣から出てる資料では天正11年になってるんです、うんうん、少し間空けてある、うん、1年ごまかしてるんだけどああ正しい資料ではこっちですよそうなんですか、うん、あら早すぎて疑われるからってことで、うん、きっと前に戻したんでしょうねいやもうだってね、うん、疑うしかないぐらいですこんなことありえないわけねで官位をボボンと得て偉い人になっちゃったこれ大納言だもん、うんうんものすごく偉い人になったわけねどれぐらいばらまいたんですかねこんな1ヶ月であって、うん、で、うん、自分はもう殿上人の偉い人になりましたよ、うん、宮殿の殿上人ね、うん、偉い人になりましたよというのを引っさげて和睦交渉に入ったそういうことですね、うん、もう頭いいなつまりね準備がね、うん、きちっとできてたんだよねで秀吉と家康の間にどういうことが取り交わされたかというと滝川を使徒しています、うんうん、この人を使者として浜松城に送って自分の方からもう戦やめてちょうよ、うんうん、っていう感じでそうやって言いそう、うん、講和を試みたんです、はい、ドラマでは石川数正が行って、はい講和の条件だとか言ってやってましたね。あれは違います。あ、違う。あれはドラマな、ドラマ仕立てですね。うん、じゃあ、うん、つまり石川数正の動きをピックアップするためにちょっとフィクションしたんだけどね。ああ、なるほど。じゃあドラマの、うん、もうだからそのあたりから、すごい。伏線を引っ張ってたんです。いやー、そうやって見るとなんかさすがですね。うん、あのドラマの作り方がね。作り方がね、うん、すごい NHK。で実際はね、はい、滝川が浜松城に使者として講和条件を持ってきて講和を試みるわけです、うんはい、嫌がったよね、うん、嫌がりますよね何なんだよこいつは、うん、いい写真持ってきますね先生、うん、嫌がってでね返礼としてって書いてあるけど、はい、つまりまあ秀吉の方が偉くなってたわけ十三位でそういうことですね、うん、偉い人から使者が来たわけ、はい、じゃあ仲良くしようよと、うんこれはだからこれ聞かざるを得ない。得ないですね。だから返礼としてって感じに書いてたんだけど、次男の小木丸、うん、長男は信康死んじゃってますよね。次男小木丸、後の結城秀康を秀吉の養子として徳川家はね、うん、本願寺の認識では、うん、秀吉側の認識は。これが養子というのは徳川家の認識、うんうん、秀吉側の認識は人質、うん、大阪城にくれよなんて言ってましたもんね、うん、あのドラマの中でもね、そうそうそう、人質ってねだからどっちもありなんだけど、うん、人質なのか養子なのかまあでも秀吉はね人質のつもりで送らせたけども、はい、向こうは養子のつもりで出してるだろうからと言って、うん、
秀康名前をつけて、はい、秀吉の秀に家康のやつだよ。すごいね、そうそうたる名前になってますね、うんうん、それを羽柴家の跡取りとして羽柴秀吉として、うん、この子ね賢かったんです。ものすごくよくできる子、うん、だからいいなきっと思ったんだろうね、うん、羽柴秀康、それを秀吉の養子もう本人大塚に送ったわけです、うん、だところがこの決定の時には、うん、家中の猛反対があったわけ。そりゃそうですよ、なんで、うんうん、でこの時にいや送らなきゃダメですと言ったのが石川数正でしたね。でも家康もこうなって本当かわいそうと思うんですけど大切な人をどんどん取られちゃってるじゃない、殺されたり、うん、あそうだね、本当に気の毒ですよね。で数正はね、それはまあ荻丸だけではということで自分の子供の勝千代というのを一緒につけて送ります。うんうん、あそうですか、うん、それからもう一人ね、本田作左衛門重次って聞いたことあるでしょ、はい、本田重次も自分の子供をつけて送るんだけど、うん、彼は送った後なんか理由つけてすぐ自分で返してくるんだよね。どういうことですか。ほんで秀吉怒っちゃうの。そりゃそうですよ、うん、だから秀吉と本田重次の間は仲悪くなる。うん、まあこんなことがあった。これでようやく、はい、うん、まあ完全に講和は成立したと、うん、いうことになりましたけど、はい、和睦講和が成立しただけで家臣になったわけじゃないのね。そうですね、うん、問題はここからだった。ここから、うん、なんとかして、はい、家康を自分の家臣にしたいわけ。したいですいうことそのために高い位取ってきたでしょ、うん、すざまじいですよ、うん、もうなんか何でもやりそうですもん、うん、これが送られた小木丸、昨日のドラマでね、はい、この人がお母さんのおまんの方でしたね。小木丸とは、うん、築山付きの下女、うんうん、おまんに産ませた庶子になります。あのお風呂の時にね。そうですそうですそうです。この方が、はい、まあ、あれお風呂かどうかっていうのは本当に実際、まあ、さておきドラマではお風呂でした、うん、そうそうそうで後のこれが結城秀康、うん、越前松平家、松平秀康の祖になります、うん、すごい60万石。そりゃもう本当ね、うん、本当だったら家康も話したくなかった。まあ話したくなかったっていうのか、庶子ですものね。まあまあそうですけど、この時には自分の跡継ぎとしては於愛の方が2人の子供を産んでたの。あそうですね、正式な側室がね、うん、はい、だからあの後の秀忠と、うん、それから尾張藩主になるあの忠義というね、うん、兄弟がもいたんです、はい、だからまあこの子しかも出す子はいなかったんだろうけどね、まあまあ、可愛かったかどうかまではちょっとその最初はね家康はねこの小木丸嫌ってたんですよ。ああそうなんですか、うん、なんで小木丸小木って言うんですよね。小木、うん、歯が出っ張っとってギー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 音がするから小木だ。お、そうなんですか。そういう使い方でした。えそれはちょっと、うん、で今の時代だとダメです。顔つきがみっともない子供だと、うん、ひどい。ああいうもせなかったんだよ。そうなんですか。それをね、うん、そんなこと言っちゃいけませんよと言って、うん、家康と対面させたのはあの切腹した信康です。ああそうですか、うん、自分の弟になるから、うんうんうん、父親が会ってくださいね、うん、で会ったら存外立派だったっていうことだったんですよね、うんうんうん、まあ、それまではどうしてもねその下女に産ました子だっていうことで周りのこともあって遠ざけていたもんですからね、うん、まあいいように使われたの。まあ、でもそこは自分の責任を取ってほしいところですね、男としての、うん、私的には、まあね、まあそれはね残ってますよ資料にも、うんうん、まあこんなことでね、はい、この小木丸を人質に出した、うん、まあ、養子に出したということで両家はなんとか講和和睦はしました、はい、さっき言ったようにでも家臣にはなってない、うん、そうですね、うん、天正13年 翌年の3月この時に秀吉はですか紀州の方の征伐に入ります、うん、紀州っていうのは紀伊半島ね、はい、紀州征伐でこの時に小二位の内大臣までになっていきます、うん、ついにナンバー2になってきます、うん、でねこの紀州征伐っていうのはね、まあ、簡単に書いてあるもう昨日もちらっと見た時にあの紀州征伐しか書いてないなっていうのはちょっと残念だったんだけど、うん、この地域っていうのは、はい、高野山があって、高野山、高野山、うん、
から熊野本宮もあって、うん、熊野もあって小屋さんもあってね、はい、ものすごく戦国大名たちにとっては厄介な、うん、自立性の強い地域なんです。宋という宋、まあ普通囲まれた自分たちで自治権を持った村のことを宋村って言ってますけども、はい、ここは宋国、宋国、うん、国、うん、とに自治権持ってる、うん、だからそれはもうそんなものはね外の力を受け付けないぞっていうものを持っているところなんです。でそこの防波堤になっていたのが根頃州とか雑賀州と言われる、うん、そういうその、まあ、よく忍者じゃないかと言われるぐらいだけども、うん、根頃や雑賀の連中っていうのはそういったきちっとした結束力を持った武士団だった、うん、彼らが紀州を守ってる、そこを攻めたっていうことでね、うん、これものすごく難しい戦になった、うん、でそんなことやってたもんですから、はい、なんとかしてね自分が早く昇殿をして、うん、家康を味方につける、味方につけないと危ないなという気持ちもあったと思います。これが3月、そして6月から7月には今度は四国征伐に入ります。うん、で四国の長宗我部あたりが反抗するわけですよね、はい、だからそれに対してその征伐に入って四国を最後は全部制圧するんだけども、うん、この時にはついに11位関白になるわけ。そんなトンポンでトップですよ、トップ。お3ヶ月しか経ってないんです、うん、もうむちゃくちゃな。そうですよね、信じられないでしょこれ。歴史上こんなことありえないわけ。うん、ドラマで武士でもなれるんですねって言ってましたもんね。そういうだから秀吉は途中で武士で亡くなった、うん、そういうことですか。ある時藤原氏の養子になった自分が、うん、あの年で、うん、おじいさんになってから養子、藤原の養子になって藤原の秀吉とこうなったわけです。でもなんかやっぱりそこまで、まあ、なんていうんですか、賢いですけど、まあ、ズルがつくのか、うん、賢いなのかはちょっとここではなかなかパッと言えないんですけど、それだけなんか頭の回転がよくもまあっていう話ですよね、うん、まあ、その周りのきっと進言もあったんでしょうね。もともと身分の低い人ですから、先祖は百姓なんで、まあ、でも成り上がりがすごいですもんね、うん、そんなんなれるわけないでしょ。なれるわけない、通常ならね。だからこの際の藤原の養子になりなさいよと。それででもそれが慣れちゃうのがすごいですよね。いや、私がじゃあ浜崎家の養子になりましょうかってしますか、これ。いやいやいや、おじいさんはなかなかでもだから受け入れる方もすごいですね。だからそうです、そうです、まあ、ただ藤原の方はどんとお金は積まれてると思う。あ、まあそうですね、それでもう養子にしてお金か藤原、そうです、藤原姓で入っていったわけ、関白。あの藤原だったら大名にはなれるんです、うんうんうん、大名というのかな、その大名まではなれるんだけど、いわゆる武士として国家をリードする征夷大将軍にはなれないんです、うんうん、まあ、なるほど、兵しか源氏しかダメ、はい、で彼は藤原でしたからね、はい、あのまあ、じゃあそのまんま貴族としてトップに上りつけよう、関白、うん、ここでいいですか、いよいよ家康に圧力をかけます、はい、うん、早くもう仲間に入れ、うん、来いと。でこの辺の様子をね、じっと見てたのが石川数正だった、うん、これやられるぞ、やられるぞ、うん、確かにその通りになってきて、うん、この10月にはいよいよ関白になったので総武事令という命令、うん、これは天皇の命令として出してる、総武事ですから、うん、絶対に戦をするなという命令です。特に九州に出したんです、まず、はい、九州ね。で何を言ってやろ、そんな秀吉ごときが偉そうにと言って島津あたりがちゃんちゃんバラバラを続けてたわけです。あ、戦を続けてた、そう、うん、そこで翌年九州征伐に入ります、うん、一発得られます。でね、このいきさつをずっと見ていて総武事令まで出して、はい、もしも家康が心中しないままに、うん、バンとこの三河や駿河、それから関東のこっちの地域に総武事令だと出された時に、うん、これはもう
負けた感じで従うしかないでしょ。そうですね、うん、そうなるほど、負けて従うしかない。負けて従うのと同等に講和をして結ぶのと、うん、真珠全然これ扱いが変わってきますよ。なるほど。ここをもう石川数正は僕は読んだのではないかと思います、うん、これ負けて講和では絶対ダメだぞと。これがでも結果的にうまく伝わらなかったというか、伝わってない、伝わってないんですよね、うん、この流れも。だって僕もね、あ、こんなに早くパンパンパンと会員が上がってったのか、うん、でその時に九州、紀州、四国、九州と全部制圧していくんだよ、うんうんうん、これがね、石川数正が多分あの三河の譜代の家臣たちに口で説明してもきっと理解できないんじゃないかなと思う、うん、彼は大阪に行ってますからね。そうですね、うん、そう、ものすごく彼はドラマで言ってた、はい、立派なお城と立派な城下町見てるわけね。それも言ってましたもんね、うん、これね、おそらく彼は身に染みて、うん、でどうなったかというと11月13日、はい、うん、孤高の神石川数正が秀吉のもとに出奔した、はい、つまりそれまで多分幾度も幾度も秀吉のもとに行った方がいいんじゃないのかと、うん、行くべきであるってことは言ったと思います。だけど家康、まあ、その他の、まあ、側近の連中は聞く耳を持たなかった、うん、なその負けてもいないのにね、うん、なんで進化の領を取らなきゃいけないんだという論理だよね、うん、三河武士の論理だよね。そうですね、はい、負けてもいないのに進化の領を取るってことは、うん、武士としての大変な恥であると、はい、ふうに思ったんでしょうけど、数正はそれは思ってなかった、うん、このままでいったら不利な条件のまんまで家臣支配下に入らなきゃいけなくなっちゃう、うん、で西三河の旗頭であり信康の後見であって岡崎城代であった家康が最も信頼をした譜代家臣が岡崎を出なければならなかったその状況とは今まで言ってきたことです、うんうんうん、今説明していただいたことですね、うん、これね大きな状況でね、もう一個それをちょっと簡単に地図で表していましたのでね。あ、そうなんですね、ありがとうございます。これ僕が塗ったもんだからもう全然はみ出ちゃってひどいいやいや大丈夫大丈夫、分かりやすいです先生。これパソコンの性能が悪いんですパソコンのせいですよ、うん、はい。で秀吉がこの緑を支配しました、はい、四国も征伐してね、でこっちの薄緑はこれは毛利ですけども、ね、まあどっちかっていうと秀吉側にもついてます、ね、はい、で問題は徳川なん、うん、から九州だ。で秀吉はもう早速九州に兵を繰り出します、うんうん、この数正出奔時の状況、天正13年11月は秀吉は関白に就任、総武事令を出した、うん、この状態危ないな、うん、でしかもその時に徳川はこの沼田問題をめぐって真田と喧嘩してた、うん、勝てなかった勝てなかった、うん、あれね、豊臣が後ろから手を出してたんじゃないかってこうやってドラマでやってたけど、やってました。それの資料はちょっと僕は知らない、あ、見てない、うん、で、多分資料があってのことだろうと思いますが、うん、援助してたんだろうかな、うん、まあ、そんな風に家康は見抜いてましたよね、はい、見抜いてます、うん、あ、後に見抜きます、あ、後に見抜きます、うんうん、はい、あの段階では見抜いてないけどね、こんな状況だったんですね、うん、これもうね、後ろに北条がいますって言ったところで、うん、北条戦しても徳川に勝てないんだから。そうですね、これはもうね、うん、石川数正はこれ絶対ダメ、うん、ダメこう思ったんでしょうね、うん、これで皆さん大体お分かりですか、うん、で家康の元を離れて秀吉の元に走った石川数正の、それではちょっと簡単な人物像を見てみましょうか。はい、お願いします、ね、どんな資料に書いてあるか、うん、まずね、三河物語にはね、うん、命を惜しまず、うん、駿府に残されて家康公の妻子を救出、うん、身分の高い者も低い者も皆感動しない者はいなかったというふうに公表している、うん、救出の時にね、はい、命一人で行って単独で命を張って救ってきた、うん、それから
武田信玄のね甲陽軍艦にはね武士のたしなみ誰もかくあるべきだり、うん、あっぱれ徳が夢やは穴ずりがたしって書いてある。これ何かといったらね湯掛けといってね、うん、こういうふうにかけて結んであの弓矢を引くときにこうつける道具があるんです、はいはい、湯掛けっていうのが、はい、で湯掛けっていうのはこっち側で片っぽで結ぶもんですからねうまく結べないんだよねこう口を使わないと。で彼は田舎武者で湯掛けをつけ方を知らなかったので、うん、三方ヶ原の合戦で、はい、あいつは湯掛けもしてないのかということで、うん、自分が死んだ時でも恥をかくのは嫌だということでわざわざ甲州武士に教えてもらうに行ってるんです湯掛けの仕方。そうですか、うん、まあ、そういった逸話も残っててね、うん、信玄はこの武士のたしなみというのは誰も関わるべきだ、うん、で自分が死んだ時もみっともない姿は見せたくないそういう男だったという表が、うん、まあこれ2つでこれはまあ信憑性はあるとかないとかいう人いますよ、うん、あるかどうか僕は知らない、うんうん、だけどこうやって書いてあるのは事実ですから、うん、まあ、そういう評価がどっかにあったんでしょうこれきっと、うん、ね、石川一馬がね。それでこっからが今日の今の番組の、はい、今日の三河早々よりこの方、はい、大小の戦幾度ということを知らざれども何回も言ったけども、うん、別に当家の御軍法として定めることもなく、うん、徳川家には特に軍法というのはなかったと書いてあります。徳川実記に、うんうん、軍法がなかったんです。定まれることなくただその時に従い機に応じてね、五色ありしのみだからその時の機に乗じて、うん、まあ、四季があったと、うんうんうん、そのもとで動いてたんだと。長くての後豊臣秀吉たばかりて当家不代の旧臣石川ほうき守一政を透かし出しって書いてあるね。透かし出す肩透かしても、うん、おっしゃったっていうような意味かな、うん、一政上方に参りければ、うん、言っちゃった、はい、当家にいて酒井忠次とこの酒井忠次とこの一政の両人は第一の孤高にて孤高っていうのはもうものすごく忠義心の深い厚い、うんうん、そうですね、うん、もう絶対に安心できる、はい、そういう家臣だって意味です。そういうこの両人はそう、うん、第一の孤高にだからドラマこうやって描いてますよね。そうですね、うん、人々中層の柱や礎のごとく、うん、思いし者の敵方に参りてはこの後こなたの軍法敵に見透かされればって書いてあるね。これアブに目の抜けしなどということわざの例えのごとくだね。これ例えのごとくアブに目の抜けし、うんうん、アブ八取らずとかね、まあ、そういうアブにこう目を抜かれるっていうのはアブってあれですね、うん、虫こう油断しててアブにこう目をやられちゃうとこういう意味です。ほうほうほう、うん、重ねて敵と戦わんこと、うんうん、ことおとガタガタかるべしか難しいっていうことですよ、うん、誰も暗示患うに、はい、みんな心配してた、はい、君にはここだよ、はい、君にはいささかの御心を名前し悩ましたもう様子も見えず全然家康何も悩んでなかった、うん、常よりも御景色よくおわしませば、はい、いつもよりもかえって機嫌が良かったって言うんです、はあ、数正言っちゃった後そうなんですね、うん、人々怪しきことに思いたり怒ってなくて、うん、ちょっと機嫌がそれどころか機嫌がいいぐらいだったそうそうそう、うん、他の連中は、うん、怒ってますよね心配してるわけあ、まあ、心配うん、うん、これ大丈夫かい。一政が敵に行っちゃった、はい、もう全部こっちのことも知ってるよな、まあ、そうですね、そういう心配ですね、みんな、うん、悩んでた時に案じてた時に家康は御心の悩ましたもうよ様も見えずで書いてもう全然なんか悩んでなさそうでむしろ機嫌がちょっと良さそうに見えるぞ、うん、だからみんな、なんか変じゃねというふうに思い至りとか書いてじゃあそこをうまくドラマでちょっとアレンジ聞かせてうんドラマ心配してたよね一緒になって、まあ、心配はしました、うんうん、だけどこれ見るとね、うん、これ特化実験だよこれ、はい、あの岩淵屋って書いてあるけども
あの徳川が出した資料の中に、うん、石川数正が出奔して家康は機嫌が良かったって書いてある。そう、なんか怒ってることも書いてないっていうところが、うん、ちょっとあれですよね、うんうん、不思議でしょ。普通だったらそんなことしたらもうひどいこと書かれてそうなことなのに書いてない。ここがね、僕は大いなるクエスチョンマークなんです、うん、あ、これは信憑性がないよと言われたらそれまでだけど、うん、こうやって書いてある、書いてある、そうですね、うん、言い出す側の方からね、うん、そう、うん、はい、確かに、つまり思い悩む様子の見えない家康のことが書いてある、うん、ということは石川数正と家康は、はい、まあ、事前にこう、あのそういう打ち合わせをしていてそうそう、あ、まあ、むしろちょっと、うん、あの言ってくれるかみたいな、あ、そうそう、うまくやったの、そうそう、うまくやってくれと、うんうん、ああ、うちらの家臣たちも気が付いてないぞ、そう、まあ、敵を騙すにはまずね味方からもありますし、うん、そうそう、味方は気が付いてないぞ、ああ、秀吉も絶対に分かんないよな、いや、うまくやってくれたな、こういうことかな、やりそうだけど、うん、だからいろいろな説が出てきちゃうの。なるほど、うん、まあ、たぬき親父と言われる、ね、一つの要因でもあるかもしれないですね、うん、その辺は、まあ、たぬき親父というよりも、うん、家康と数正の関係性ですよね。そうですね、昔からのですもんね、うんうん、さあもう一個はね、面白い、その頃甲斐の大官立て祭りし、うん、鳥居元忠に命ぜられ、うんうん、命じて信玄の代に軍法記せし書類書籍、うん、およびその時用いし武器の類、はい、一切取り集めて浜松城に建て祭りをしました、はい、持ってくる、はい、全部、うん、で井伊直政、うん、榊原康政、本多忠勝の3人をもって総監督、はい、世子名、うん、甲州より召し出されし直参のものをはじめ、うん、直政に付属せられし共柄まで、はい、あの家来になった連中までね、すべ、うんうん、て信玄時代にありしことは何によらず聞こえあげよと知った、うん、全部聞けと、はい、勉強せよと、勉強しよう、で、うん、様々、あ、これは最初ですよね、はい、うん、ありし上にて、うん、なおまた主者したまい、うん、当家の御分校一時に一時に武田が、うん、これは規範じゃないな、うん、難しい、うん、ちょっとあれだね、はい、に改め変えられ、はい、その旨下々まであまねく冷静、せしめ、はい、ここだよ、はい、金国にもその沙汰広く伝えしめられ、お、自分とこの軍法を武田に変えたというのを、うん、家臣たちに隅々まで、これは分かるわ、うんうんうん、なんで金国にも広めるのか、うん、広めるのか、うん、何のため、うん、ね、ねって、うん、武田の軍法を学んだ、学んで、うん、金国には、うん、もう今までの徳川とまた一味違うぞということを言いたかったのか、うん、それが噂となって秀吉のもとに行くことが狙いだったのか、あ、でもそれ狙ってそうですね、うんうん、僕はそう思うんだけどね、そういうことですか、だから石川数正が出ました、はい、家康の立場はこれで逆に強くなりました、うん、強くなりました、で数正は言ったぞ、うんうんうん、さあどうなるかということですよね、うん、これはまあますます面白くなるでしょ、そうですね、うん、でも彼は出奔した、はい、その後はどうなったのか、はい、うんうん、はい、ここは次回、あ、次回ここまでだったんですね、ドラマは、うんうん、そうですね、だけどそのドラマでは言わなかった隠れた部分、うん、はい、今日はどんな事実があったのかというのをちょっと見てみましたけど、はい、分かりました、分かりました、どんどん秀吉が官位を高めていく、うん、はい、から状況がどうだったのか、うん、そして出奔した時の様子はどうだったのか、うん、までね、そうですね、想像してください、いやでもちょっとドラマでは寂しそうでしたもん、うんうん、木彫りの仏さんが一個残ってたでしょ、そうです、そうです、あれ味噌なんですよ、味噌ですか、うん、完全なフィクションですけどね、あ、そこはフィクションだけど、はい、あれがポイントとなってくるわけですね、はい、じゃあこれは次回で、次回、はい、はい、お楽しみに、いや今日も見応えたっぷりでありがとうございました、はい、次回をお楽しみに。